まあ、信井古墳でございます。どこに信井古墳と書いてあるかね。あ、こちらだ、はい。だから信井古墳っていうのがこっちですからね、本当は上に書いてくれたらね、見やすいんやけど。はい、じゃあ回ってみましょう。信井古墳ももう一回上がっときますか。ここに来たら、はい、ちょっと形がねちゃんと残ってないんだけど、これも一応前方後円墳だそうですけどね。もう見た感じマウンドも全然あらへんでね、削られたんですね、あの反対の方が。あんなふうになってるからね。ということは、ホタテ貝型だった可能性もある、あの短さやからね。で、これがずっと、ちょっと待てよ、これは円墳かな。イメージ的に円墳やね、これね。円墳やから。育てがいがったかな、ちょっとな、古墳の方がちょっと入れかかったかもしれない、そこやからね。こちらの方が削られたんでね、なくなったかもしれない。あくやからね。なんか上もおそらくこれ削られたんでしょうな。もっと高かったかもしれないこれ。で、比叡塚古墳ちょうど反対側なんですけどね。あれがそうです、あれが見えるかも。こんにちは。こんにちは。